こんにちは、ココです。すっかり秋らしくなってきたストックホルム。この日は10月4日、カネルブッレ、シナモンパンの日です。スウェーデンの至る所で見るカネルブッレとカルダモンブッレ、 IKEA で見たことがある方もいるかもしれないですね。先日ニューヨークにもスウェーデンのカネルブッレが食べられるお店がオープンしたようで、ニューヨークタイムズにレシピが載っていたのを友人が発見、一緒に作ることにしました。何が必要かリストアップして買い出しに。材料はできるだけスウェーデン産のもの、オーガニックのものを選びました。カルダモンは1000年以上も前にバイキングが北欧に持ち込んだと言われていて、今ではスウェーデン人に愛されるスパイスの一つとなっています。セプテムも何をしているのか興味津々ですね。材料はこんな感じで、英語にはなりますが、このレシピの詳細は概要欄にも載せておきます。まずは材料を測って揃えます。こうやって揃えるだけでなんだか癒しの時間が流れてきますね。ベーカリーやカフェに入るとこのシナモンやカルダモンの匂いがふわっと香り、優しさに包まれたような気持ちになります。最初はドライイーストを温めるところから。まずは牛乳を沸騰直前まで温めます。そしてこの温めた牛乳とドライイーストを混ぜて溶かします。室温まで温度が下がったら、小麦粉の入ったボウルに全てを入れて混ぜ合わせます。お砂糖、カルダモンパウダー、塩、そしてバターですね。だいたいまとまってきたら、くっつかないように打ち粉を振って手でよくこねていきます。この友人はお菓子作りがとっても上手なので、慣れた手つきでこねています。そしてスムーズな弾力になってきたら、このようにまん丸に丸めて伸ばしに入ります。まずは22センチ ×33 センチに広げていきます。ちなみにこの綿棒、伸ばし棒は彼女の出身地ギリシャならではのオリーブの木でできているようです。そして天板にクッキングシートを置いて、このように乗っけて包丁で少し切れ目を入れます。そしてキッチンタオルをかけて冷蔵庫で2時間ほど休ませます。休ませている間にペーストを作ります。バターと砂糖、カルダモン、そしてお塩を混ぜて、このようなスムーズなペースト状にしておきます。はい、では2時間経ちました。冷蔵庫から生地を出して次の工程に進みます。ここでは全然膨らまないのでご安心ください。はい、打ち粉をしてこのように伸ばしていきます。寝かせた生地を今度は38センチ ×45 センチの長方形に伸ばしていきます。きれいに38センチ ×45 センチの長方形伸びたら、今度は先ほどのペーストを均等に置いて薄くきれいに塗っていきます。このようにきれいに均等に薄く伸ばしていきます。塗り終わったら生地を3分の1に折りたたみます。この時空気が入って破裂して穴が開かないように、
きちんと空気を抜きながら折って伸ばしていくのがポイントです。時々こう左右に空気を出しながらさらに伸ばしていきます。今度は30cm×40cm の長方形まで伸ばします。そして十分伸ばしたら 2.5 センチほどに細長く切っていきます。あらかじめ測って印をつけておくと切りやすいです。そして形成に入ります。このように人差し指と中指にくるくるっとかけるようにして丸めていきます。今回は18個分になったので天板は2個になりました。綺麗に丸まりましたね。で、これで1時間ほど室温で休ませます。そしたらこの時にオーブンを230度にセットしておきます。最後に溶き卵に水を加えたものをハケで塗っていきます。お砂糖とカルダモンパウダーを混ぜたもので最後にお化粧をして、これで終わり。ここから焼いていきます。まずは8分230度で焼いて、その後190度に温度を下げて12分ほど焼いたら完成です。ふわーっといい匂いが漂ってきます。焼きたてはとっても熱いので10分くらいは我慢して待ちます。その間にフィカの準備をしましょう。コーヒーを入れて、大好きなオートミルクを入れて、さて焼きたての味を味わいます。バターとカルダモンのいい匂いが部屋中を包み込んでくれて、本当に美味しいお店の味が楽しめました。残りは冷凍庫に入れて後日ゆっくり味わいます。秋にぴったりのおうちのアクティビティ、皆さんもぜひ焼きたてを味わってみてくださいね。ヘイドー。